前澤友作のさあ、お金配り、お金配りってやってんじゃん。そのリストを作るためにってことですか。そうだよ。素人ってなんでそんなにいいんですかね。え、プロってやっぱなえるんですよね。みんななんか社会問題だとかって言ってんだけど、愛人を囲う文化なんか昔からあったわけじゃん。だって恋人は恋人でパパ活はパパ活じゃないんですか。いや、パパ活とかしてるんだよ続いてちょっとパパ活についてもあの議論していきたいと思います。パパ活も今ですね、20代の若者や大学生を中心にこう話題になっている部分があるんですけど、これね、パパ活ってね、はい、シェアリングエコノミーだと思うんですよ、うんうんうん、だからそれまではパパ活って、いや、パパ活っていわゆるパトロンじゃないですか、はい、でも複数のパパをシェアリングできるわけじゃん、パパ活だと。あ、そうですね。でもパパって昔は一人だったわけじゃん。そうですね。で、一人でパトロンになるのはやっぱちょっときついじゃん。そうですね。だからシェアリングエコノミーになってる、共同購入みたいな。船とか結構今割とみんな共同で持ってたりする。すごい考えだな。でもあの本当に政治家の方とかでも一人の女性がコロナになってポンポンポンって、あの同じ党の政治家の人がコロナになって同じ愛人だったっていう話がありましたけどね愛人を囲う文化なんか昔からあったわけじゃない。 ありました。それが要はかなり経済力がないと、ね、うん、愛人ってかやっぱり階級社会だとやっぱ目かけって言ったじゃないですか、うん、そうそうそう。いやだからこれ民主化なんですよ、愛人の民主化なんですよ、うん、わかります。で、あの目かけにはほとんど選択権がなかったわけですけど、パパ活はむしろ女性が主体的だから、そうそうそう、だからシェアリングエコノミーだし民主化したってことですよ。だから僕はむしろ、うん、みんななんか社会問題だとかって言ってんだけど、うん、そしたら昔から愛人とかいるわけだから、めかけとか愛人とかっているわけだから、うんうん、それが民主化しただけで可視化されたから、可視化されたからこそ問題にしようとしてるわけじゃない、うん、そう。私援助交際ブーム時女子高生で、うん、その時問題になってたのはやっぱ未成年だったから、うん、やっぱ未成年の売春は取り締まった方がいいと思うんだけど、うん、大人になったらそれは取り締まれないですね。多分恋人にプレゼントもらったりおごられたりするのと線引きが非常に難しくて、うん、パパ活で実際に好きになる場合だってあるだろうし。いや、なんか線引きとか、だって恋人は恋人でパパ活はパパ活じゃないんですか。いや、基本的にはそれはだってさ全部グラデーションですよ、それもちろん、うん、お金くれなかったら嫌だけどでも好きっていうのもある。だって結婚ってさ、じゃあ何なのみたいな話じゃん。でも結婚はだってあの女性側だって家事をしてるわけ、まあ、専業主婦の場合ですけど家事をしてるわけじゃないですか。子供育てるパパ活とかしてるんだよ家事ですかでもだから日本の風俗とかってすごいこう素人っていうのが付加価値になっていたので、うん、素人系キャバとか素人系ヘルスとかすごい最近すごいよね。 AV も今素人系がすごいんですよ。そうでていうか素人ってなんでそんなにいいんですかね。え、なんか割と欧米の娼婦の人と日本の風俗嬢と技があった方がとか、あの娼婦っぽい華やかな格好した方がモテるのと、やっぱね、プロっぽいと、うん、プロってやっぱなえるんですよね。例えばキャバクラに行くと、うん、やっぱものすごいたくさんの数の男性を相手にされてるから、うん、めちゃくちゃあしられてる感があるわけですよ、うんうん、こっちもバカじゃないからあしらってんなとか思うじゃん。それなえるのよ。なんか要は俺あんまりあの豊胸手術とかあんま好きじゃないんですよ僕はそう個人的にね、うん、はいはいはい。いや、そのなんか貧乳がいいんだよ君はって俺は思うんだけど、うん、プロってやっぱたくさんの人たちを相手にしてるから、うん、その彼女らのその正義っていうか、うん、それが商売なわけだから、うん、それに最適化してやってる感がすごいするわけ、うん、だから人工おっぱいとかと一緒で、うん、もうなんか作られた感がすごいあるわけですよ。あーなんかシリコンだと思ってうんうんとかってなっちゃうんだけど、うん、俺はシリコン入れない方がいいと思うよとか。え、もうじゃあもう何を求めてるんですか。そのキャバクラとか風俗とかに何を求めに行ってるんですか。プロの技を求めに行ってるっていうわけじゃないんですか。わけじゃないですよもちろん、うんうん、だって風俗で一番価値があるのはやっぱり初風俗初出勤の1回目のお客さんは、それって他の職業だと嫌じゃないですか、うん、タクシーで今日から運転手になったっていうの一発目じゃない方がいいじゃないですか。でも風俗は
基本的にどんどん価値が下がっていく仕事だから、まあ、なんか擦れてる感が出てくると、うん、逆にこう燃えないっていうか、だからその需要と風俗からどんどん交際クラブとかに女の子が一時期移動したのは、女の子の方も、まあ、風俗嬢にならないで似たような金額が稼げるっていうのと、男の人が風俗嬢じゃなくて、まあ、女子大生とかっていう方が、でもそう、風俗嬢とかは AV に出てると価値がかかるんですよ。そう、それもある、うん、メジャー感が出てくるから。そうですね、中国とかに稼ぎ行くならもう AV は1本は出といた方がいい全然値段違うので、はい、もうだってすごいっす、中国は。中国人 の, あの田舎の金持ちみたいなのは、いや、すごいですよね。めちゃくちゃ下品だけど、うん、あのめちゃくちゃ高く売れますよ。からゆきさん、からゆきさん、からゆきさんになってますよね。またでも最近本当に日本人の男性のパイも、お金持ってる人のパイも限られてるし、うん、そうだから海外に結構行ってて、うんうん、あのね、タイとかにも行って、そう、はい、タイとかもそうだし、ドバイとかね、うん、今もうドバイ行くとめちゃくちゃ稼げるんですよ。そうですね、日本のもう AV に出てる日本のあの子はもうドバイ行ったらもうボロ儲けですよ、うん、あれね、でも間違ってハワイとか行っちゃうやついるのよ、うん、それバカ。なんかハワイで最近なんか税関で日本人の女の子が捕まりやすくなってるっていうか。そうそう、だからそれはそうなの、売春、うん、だからアメリカってめちゃくちゃ厳しいから、そういうものに対して。だからアメリカに稼ぎに行かずドバイに行きゃいいのよ、うんうんうん、ドバイとか香港とかシンガポールとかに行くのがいいわけ、うん、ハワイ行くやつはバカ、うんね、うん、でもさ、あの歌舞伎町のさ、その立ちんぼ、はい、あれすごいよね。すごいですよね。私が歌舞伎町でいた頃は、はいはい、あそこ外国人の人とか、はい、あとニューハーフの人とか、はい、当時ニューハーフって言ってた人とか、はい、要するにまあ風俗店で働けない人とか、うん、あとまあ未成年とかがあそこに来るっていうのはあったんですけど、うん、はい、うん、今その風俗よりもあっちの方がいいっていう女の子がいるのが、うん、でもやっぱちょっと頭弱い人が多いと思うんだよね、はい、うんうん、だってさ、今だったらさ、それこそさっきの素人 AV の話しましたけど、うん、例えばファンティアっていうサイトがあるんだけど、うん、オンリーファンズとか、うん、あのそういうサイトがあって、うん、素人が自分で AV 撮って自分でアップしてんね、うんうんうん、でモザイクも使ったりするわけ、うん、でもだからそれもダイレクトにその決済手数料 15% ぐらい払ったら、あと全部 85% 自分のものになるから、めちゃくちゃそれで稼げるんですよ今、うん、すごい時代ですね。いや、すごい時代ですよ。しかも海外にも売れるからね、うん、それだとアメリカの AV 業、ポルノ業界はどんどん大手が潰れて、うん、そう、女優さんが監督とかを雇ってあげて、うん、はい、個人であげてるスタイルになりつつあるみたいなので、うん、だからなんかそういうさ、うん、その賢い人はさ、うん、そうやって稼いでる、うん、みんな、はい、でも業者を通さないって意味では立ちんぼもそれに近い。いや、そうなんだけど、うん、だってさ、立ちんぼより全然安全だし、そうですよね、稼げるから、うん、やっぱ頭ちょっと弱いんだと思うんだよね。そう、逮捕されてるんですけど、うん、まあ大体不起訴なんで、その出てきて次の日からまた並んでたりします、うんうん、でも やっぱりそれはでも俺社会問題、なんであれが社会問題になってるかっていうと、その知的障害者って全人口の 1% ぐらいしかいないんですけど、うん、正常な知能と知的障害の間のグレーゾーンがあるんですけど、これ 15% ぐらいいるんですよ、うんうんうん、知能指数85以下みたいな人がいて、はいはい、その人たちってやっぱり何も考えられないんだよね。だからもう立ちんぼのニュース見たら、あそこ行ったら稼げるっつって行っちゃうわけですよ。行かなきゃいいね、うん、本当はね。この間ケーキの切れない不良少年たちとか、あ、そうそうそう、非行少年たちって、うん、あったじゃないですか、はい、あの世界です、うん、あの世界、うん、そこでルックスが良かったら行っちゃうみたいな、うん、まあでもこれ抜け出せないよね。で それそのお金をホストとかメンチカとかにつぎ込むわけでしょ、ね、なんかあの学習障害の子とか用の学校って、うん、イギリスとかアメリカに結構ありますけど、はい、多分日本人もお金持ちだとアメリカの学校とかに入れたりしてるのかもしれないですけど、うん、特殊学級の子じゃないんだよ。そう、もっと計算だけできない子とか、うん、それね、あのなんか最低限の社会生活はできるし、小学校中学校行ってるから読み書きもできんだよね、うん、じゃあそれがまた中途半端なのよ、うん、クソリプ生ってそういう人たちですからね。まあ、含んでますよね。その、はい、俺になんか野菜食えとかしか言えないようなやつってそうなんですよ、うんうんうん、
難しい問題ですね、うん、でもそれにしてもやっぱ中間で守ってくれる人がいないとやっぱ犯罪にも巻き込まれやすいでしょうし。そうだよ、だからほらあのなんかさ俺のなんか顔を使ったさ投資詐欺みたいなのがさ、はい、またあの Facebook とかさインスタ、うん、あれ広告のさその自動で広告出稿できるようになってるからさ、うん、全然対策してないわけ、うん、あの会社しかも外資だから日本の警察って外資に弱いからさ、うん、何もやんないわけで、こっちはいい迷惑なの。そうですね。でもああいうのに騙される母が なんかその堀江さんの詐欺広告に引っかかって困ってます助けてくださいとか俺に言われても助けようねえよ、うん、なんで俺に連絡してくんのお前みたいなその時点でもう情弱なわけじゃん、うん、俺に聞いても何もできないじゃん、うん、そもそも、うんうん、バカじゃねえのお前。だからそういう人たちのリストがもう売買されてるわけですよ、うん、あ、そうなんだ。そりゃそうだよ。だ要は 15% もいるから、うん、要は2000万人とかいるわけですよ、うん、だから2000万人のリストはもうあるわけ。そこに繰り返し繰り返しそこに2000万円にみんなたかってるわけですよ、うん、あのほら前澤友作のさあ お金配りってやってんじゃん、うん、あれはうまいなと思ったわけ。前澤さんは天才だなと思ったの。だってお金配りに喜んで応募するやつってバカじゃん。あ、そのリストを作るためにってことですか。そうだよ。なるほど。何だって売れんだから、うん、なるほど。お金配りをしたらこれに応募してくれたらバカだから基本的にバカリストですよ、うん、バカリストあれは